皆さんこんにちは、こんばんは、フェルです。アートファンです。今回のシリーズでは美大受験のための情報を紹介したいと思います。では東京造形大学について説明しますね。自然豊かな場所にあるんだよね。キャンパスはこんな感じで一箇所にまとまっています。学部はこんな感じです。大きく分けるとデザインと美術に分かれます。デザインは8つに、美術は2つに分かれます。アニメーションとか室内建築っていうのが他の大学にない特徴だね。総合型選抜ではデザイン90人、美術20人の募集があります。受験のスケジュールはこんな感じです。9月1日から出願開始なら夏休み中に準備しておかないといけないね。ポートフォリオは30から60ページの分量を作りますから、かなり時間がかかると思いますよ。基礎力がわかるものと専門的な能力を示す資料とその他の実績の資料を入れるんだよね。いろいろな指示もあるから、ちゃんと要項を読んで作らないといけないですね。10月に書類審査の結果が来たらプレゼンテーションの選考があります。合格発表は11月です。ドキドキするね。もちろん総合型選抜は受かったら必ず入学する制度じゃないと受けちゃダメなんだよね。総合型選抜と学校推薦型選抜を併願することはできないので、そこも注意ですね。学校推薦型っていうのは指定校ってことなんだね。ということは造形大に常連の高校じゃないと枠がないってことだね。そういうことですね。一般試験ではこのような募集人数になっています。細かく分けるとこんな感じです。デザインはグラフィックデザインの人数が多めなんだね。彫刻って全体でも人数が少なめなんだね。共通 A と C は似ていて、共通テストのスコアと実技を合算する仕組みで、共通 B は実技なしで共通テストのスコアのみで判定する方式ですね。ではデザイン学科の入試の説明をしますね。総合型選抜はさっき言ったポートフォリオが主な選考内容で、一般選抜では実技300点と大学の用意したテスト200点か共通テスト200点の計500点で合否が決まります。実技は4パターンあって、発想力と平面構成と鉛筆デッサンと小論文の課題です。どれを選んでもいいの？面白い試験のやり方だね。グラフィック系は平面構成で、映像系は発想力とかで受けるんだろうね。そうですね、なんとなく想像はつきますよね。例えば発想力の問題では、路上の朝という言葉から作品を作る問題などが出ました。絵日記みたいな感じの作品になるんだね。普段からストーリー性のある作品を書いておくことが大事だね。デッサンではこんな感じのモチーフを卓上で構成して書く課題です。他の大学にも通じる感じの課題だね。やっぱりデッサン力は大事だね。平面では匂いをテーマにした構成などが出ました。イメージを色や形に置き換える練習が必要だね。小論文では SDGs の文章からの取材でした。しっかりした考え方を鍛えたり、最新の世の中の動向に目を向ける必要があるね。絵画専攻の試験はこんな感じです。一般では学科試験がなくて、実技の500点のみで勝負するんだね。腕に自信のある生徒は造形の絵画を受けたらいいんだね。共通 C 方式では実技300点と共通テストの200点を合算するんだね。デッサンも油絵もモチーフを自由に描きなさいっていう問題だったよ。独自の感性で描かれていてかっこいい感じだね。彫刻はこんな感じです。石膏デッサンと粘土の塑像があるんだね。こちらも一般では実技500点で、共通 A ではデッサン300点と共通テスト200点の合算なんだね。試験の問題はこんな感じで、石膏デッサンと粘土では自分の手とモチーフを組み合わせて作る問題が出たよ。学科がない分実技に専念できていいね。その分みんなすごく上手だね。ということで今回は東京造形大学を解説しました。アニメーションとか映像とかあるから面白そうだね。美術系は学科がない分実力を重視しているんだろうね。造形に入りたかったらポートフォリオを作って推薦にまず挑戦してみるといいかと思った。このシリーズでは美術系進学のためのいろいろな情報を発信していこうと思っています。
全何回になるかは分かりませんが、次の動画もお楽しみにしてください。チャンネル登録や美術史シリーズ、色彩学シリーズもご覧ください。それでは皆さん、さようなら。